皆さんこんにちは。今日は絶対に褒められるオレンジブラウンメイクをやっていきたいと思います。このメイクをしてる時はもうほぼ 100% 褒められます。今日のメイク可愛いですとか、すごく似合ってますっていう風に言っていただけるので、もうこのメイクね、かなりゴリ押しです。で、新しいコスメとか、あの話題のコスメもね使っているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それではスタート。ではメイクを始めていきます。今日はね、新作のコスメとかも使っていくんですけど、じゃじゃん。この間メイクアップフォーエバーさんに説明会をねしていただいたので、こちらのアイテムを使っていきたいと思います。じゃじゃん。こんな感じでたくさん新作をいただきました。ちょっと見えてないんですけど、この下にねカラーアイライナーとかもねあるんですよ。で、今日はこのファンデーションとブラシと下地をね使っていこうと思います。あとパフもねありますね。で、ここのカラーアイライナーとリップはまた今度ね使っていこうと思います。これもめっちゃ可愛いの。これもね早く紹介したい。で、まずはね下地から使っていきます。メイクアップフォーエバーのステップワンプライマーハイドラブースター。はい、こちらはね下地というか保湿剤になります。ちょっとツヤをね出してくれるような感じですね。こんな感じでちょっとオレンジっぽい色をしてますね。で、これだけでも使ってもいいし、いつも使ってる下地とね混ぜて使ってもいいみたいです。結構そういうのってあんまりないから、すごいいいですよね。なんか夏に、あ、めっちゃいい匂いする。すごいなんかね、高級ないい香りがします。なんか夏にね保湿剤っていう感じもするんだけど、しっかり保湿をすることでツヤを出したりとか、崩れにくくねしてくれます。私はねちょっと一回まずこれを全体にのせて、いつも使ってる下地をね塗っていこうかなって思います。すっごいいい匂いするこれ。で、すごいねもちもちになります。ベタベタした感じもなくて、すごいナチュラルにツヤ肌にしてくれる感じですね。で、本当になんかこう浸透してる感じ。表面に塗ってる感があんまりないです。でもツヤがあるからすごいいい感じで、夏にも使いやすいと思います。で、そしたらいつも通りのこちらを使います。ラロッシュポゼの UV レアXL のプロテクショントーンアップのローズ。これもねもうすぐなくなるんですよ。だからこれまたね買わなきゃと思って、このね季節はやっぱりこういう SPF がしっかりあるものじゃないと私焼けちゃうから、これはね欲しい、夏場は特に。で、これもツヤ肌にしてくれるからね、すごいいいんですよね。で、私これねローズをリピートしようかなって思ってる。こうホワイトと、あともう一個なんか新しいのあるじゃないですか。それじゃなくってこのローズ、ちょっと色付きのやつを買おうかなって。なんかこれだとすごいフィルターがかかったような感じがあって、すごい使いやすかったんですよね。ホワイトも良かったんだけど、よりフィルターかかってるような感じがしました。こんな感じでこれだけでもなんかすごい綺麗になりますよね。で、さっきの美容液を塗っているので、よりツヤ肌になってるかなって思います。なんか内側から出てるようなツヤ、自然なツヤですよね。この組み合わせもめちゃくちゃいい感じです。そしたらファンデーションはこちらを使います。メイクアップフォーエバーの HD スキンファンデーション。こちらはね今年の2月に発売されたものです。これがねめちゃくちゃ良くて、あの 4K とか 8K に対応してるみたいです。すごくない？説明会の時にねデモンストレーションをしてくれたので、一緒にこういう風につけてやってたんだけど、塗ったところがめっちゃ綺麗になったんですよ。感動しました。そう、これだからね全体塗るのめっちゃ楽しみで、これ専用のねブラシがあるので、今日はこっち使ってみようかなと思います。こんな感じのね平らになっていて柔らかいブラシになってます。で、もう一個こういうスポンジがあるんですよ。これめっちゃ面白くてすごく珍しいんですよね。普通のスポンジの部分とここがねシリコンになってるんですよ。
柔らかいシリコンっていう感じなんですけど、この面でつけるとしっかりカバー力があって、ちょっと厚みを出せるような感じになっていて、でその最後にこっちのスポンジで整えるっていう感じで使うみたいです。しっかりカバーしたいときはこっちで、このブラシは結構ナチュラルに仕上げてくれるみたいですね。でちょっとこのファンデーションを一回ここら辺にトントントンとのせます。すごく柔らかいから伸びもいいんですよね。ちょっとつけすぎちゃったかな。でこれをこんな感じで磨くように伸ばしていきます。あ、めっちゃ柔らかい。めっちゃ伸びやすい伸ばしやすい。説明会の時はオンラインだったんだけど指でつけてみたんですよ。デモンストレーションの時はブラシもスポンジも両方やってくれたんだけど、これすっごい伸ばしやすい。全然チクチクもしないし、ブラシも好きかも。はい、こんな感じです。薄く伸ばしてみました。カバーもねしっかりあるんだけど、すっごいナチュラルじゃない。で今私の肌にすっごい合ってるこの色。よかった、嬉しいね。全然分厚い感じがしない。めっちゃテンション上がってますはい、こんな感じで塗ってみました。すっごい綺麗じゃない。めっちゃナチュラルに均一に塗れた感じがしますよね。めっちゃすごい、これいいかも。で崩れにくいね処方なので、これからの時期にすっごいぴったりだと思う。結構薄くてしっかりフィットしてくれてカバーしてくれるって感じだから、本当に私好みな感じ。ナチュラル肌が好きで崩したくない方はね、このブラシもぜひセットで使ってみてください。めっちゃおすすめ。すごいテンションが上がってるでちょっとだけ気になるところは重ね付けしてみたいと思います。はい、こんな感じ。あ、めっちゃいいですね。しっかり隠れてます。でパウダーは今話題のこちらを使っていきたいと思います。 NARS のライトリフレクティングプリズマティックパウダー、こちらのマーブル模様のパウダーです。これめちゃめちゃ今話題ですよね。見た目も可愛くて、でこちらもね説明会をしていただきました。でこの大人気の真っ白のパウダーがあると思うんだけど、そのシリーズでそれと何が違うかというと、こちらは肌本来の色を引き立てより明るく美しく見せるカラーコレクティングパウダーで、色補正効果をもたらしてくれるそうです。ちょっとねツヤっとキラッとしてるんですよ。これをNARSのブラシでつけていきたいと思います。あ、すごい柔らかい。これを全体に軽く薄くつけていきます。ブラシもめっちゃ柔らかくてつけやすい。はい、こんな感じです。わかりますか、このツヤ。めちゃめちゃ綺麗。なんかね、細かいパールがね、やっぱりすごいキラキラしてくれて、ツヤツヤにしてくれますね。これもなんかすごいナチュラルなツヤっていう感じなので、しつこくないし、なんかハイライトまではいかないかなっていう感じ。綺麗なツヤを出してくれます。で、より均一に綺麗にしてくれてる感じがありますね。で本当に薄くしかのせてないんですけど、ちょっとさらっとしっかりフィットしてくれるような感じですね。この組み合わせも最高ですね。自然なツヤ肌を出して薄付きでカバーをして、最後にこういう色補正をしてよりツヤっとねしてくれるっていうのがめちゃくちゃいい。すごい、私は大好きこれとってもおすすめです。そしたら眉毛はいつも通りフーミを使っていきます。この間使い切りで紹介したんだけど、こっちがなくなったので、この濃いカラーをね、薄くつけていこうと思います。
はい、こんな感じで描いてみました。最近はちょっと髪の毛の色が抜けてきたので、この濃いブラウンで薄めに描いたりしてます。で、ピンクっぽくねしたい時は眉マスカラだけピンクにしたりしてます。そしたらアイシャドウなんですけど、今日はこちらの2つを使っていきます。アンドビートでカジャです。私の大好きな2つ。もうこのメイクしてる時はもう本当に 100% ぐらい褒められるんですよそう、だからもう本当にお伝えしたかったんですよ。ちょっと最近で髪の毛ピンクにしたりとかしてたのでできなかったんですけど、まずはこちらのアンドビーから使っていきます。パレットアイシャドウのサンライズブラウン、まずこちらのカラーをね全体にのせていきます。もう最初からねちょっと濃いめのカラーなんだけど、これを際からのせて、それをねだんだん薄く伸ばしていくような感じでのせていきます。はい、こんな感じで塗ってみました。そしたらこちらのマットカラーを下の目尻にのせていきます。こんな感じでちょっと影を作るような感じですね。で、そしたらこのオレンジっぽいカラーを黒目のね上と下のところの中心にのせていきます。このカラーがこのパレットの中で一番ちょっとキラキラしてるような感じですね。はい、これのせると一気に華やかになる感じありますよね。中央だけにのせたので両サイドがブラウンでちょっと濃くなってるような感じになってます。で、これだけでもねめっちゃ可愛いんだけど、カジャの02番の真ん中のねオレンジゴールドラメをのせていこうと思います。さっきのせたオレンジのところに重ねていきます。はい、このラメめちゃめちゃ綺麗でしょすっごいキラキラしてくれるんですよ。だけどしっかりブラウンも使ってるので落ち着いた印象ですよね。めちゃ可愛い、これ大好き、この組み合わせそしたらビューラーをします。そしたらアイラインはいつも通り引いていこうと思います。跳ね上げラインと黒目の下にね引いていきます。はい、いつも通り引いてみました。こんな感じ。そしたらマスカラやっていきます。はい、アイメイク完成しました。シンプルだけどしっかりオレンジとブラウンをね使い分けることで深みを出してみました。で、ラメもしっかりのせてるので華やかになってるかなと思います。そしたらブロンザーはバントルテを使っていきます。ブロンザーはいつも通りねふんわり顔周りに入れていきます。で、チークはいつも通り MIMC を使っていきます。オレンジブラウンメイクなんだけど今日はねピンクを使っていこうと思います。本当にこのピンクカラーめっちゃ使うよね本当にいつも使ってるから、これはもうないと困るね。なんかこのピンクがね私の肌に合うんだと思うんだけど、すごいね顔色を明るく見せてくれて、透明感もね出してくれるんですよ。だから一年中使いやすいし、いろんなメイクに合う。これ1個持っておくとかなりね、便利です。本当に普段からずっと使ってる。はい、こんな感じですね。これもめちゃくちゃおすすめです。そしたらハイライトは大好きなこちら。MAC のエクストラディメンションスキンフィニッシュのルナーライツ。こちらは限定なんですけど、もう大好きなので、いつも使ってますね。
シャンパンゴールド系のねハイライトなので、そういう風なカラーを使っていただければいいかなと思います。はい、こんな感じ。ツヤすごくない？特に鼻筋がやばいよね。そう、これ本当大好きなんですよね。全然なくならないだろうけど、ストックも買ったぐらい好きなハイライトです。これはね、ちょっと復活してほしい、ぜひ。そしたら最後、リップはこちら。もう大好き、これ。スケートのリップモンスターの憧れの日光浴。こちらはね、最近出たカラーになります。このね、オレンジコーラルっぽいカラーがすっごい夏にぴったりで、めちゃくちゃいいんですよ。これをまず薄めに全体塗せていきます。はい、こんな感じです。一回ね、ティッシュオフをしたんだけど、そうすると私はなんか持ちがね、より良くなるような感じがするので、このリップモンスター使うときは、そういう風な使い方をしてます。一度塗りしただけでもね、すごい持ちはいいんだけど、なんかその方が持つような気がするんですよね。で、なんかちょっとこう、より内側から出てくるようなツヤ感も出してくれるから、この塗り方ね、大好きです。ということで、メイク完成しました。はい、ということで今回は絶対に褒められるオレンジブラウンメイクをやってみました。どうでしょうか。そう、もう本当にね、このメイクをしてるとほぼほぼ褒めていただけるんですよ。で、簡単なねメイクなので、チャチャッともできるし、いい感じにも仕上がるので、すっごく気に入ってます。で、髪色が抜けてきて、ちょっとこうオレンジっぽくなってきた時はもうこのメイクばっかりしてますね。で、今日はサロペットをね、着たかったので、こんな感じでヘアアレンジをしてみました。上の方だけ取って、お団子にして、毛先を出してるような感じですね。で、前髪も下ろしました。で、気づきました？また切ったんですよ。前髪。そう、なんかちょこちょこ切ってます、最近。この長さがちょうど良くて。で、少し伸びると下ろしづらくなっちゃうから、最近この長さにしてますね。で、今日は前回紹介したイヤリングをしました。ちょっと夏っぽい感じだったので合うかなと思って今日やってみました。やっぱ可愛いね、これ。すっごい気に入ってる。このサロペットともね、あの全体的に合ってるかなと思います。本当に褒めていただくことが多いメイクなので、もうぜひ皆さんもやってみてください。で、オレンジとブラウンなので、あの普段メイクにもいいし、これからの、ね、夏メイクにもとってもおすすめです。で、今日はね、ベースはほとんど新しいものを使ってるんですけど、こちらもね、すっごくおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回はこんな感じの動画でした。最後まで見ていただきありがとうございます。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。